J テクトスティングス対サントリーサンバーズの一戦を大阪府枚方市パナソニックアリーナからお送りします。今日対戦の両チーム、サントリーが2位、勝敗数では首位パナソニックと並んで10勝1敗と好調です。一方の J テクトは7勝4敗で現在3位、そのパナソニックとサントリーを追いかける展開です。上げます、レフトを持ってくる、これで逆転です。5連続ポイントサントリー。チャンスボールが来る、西田が後ろから行く、決めてきたがポイントジェイティングです。おっとよ、ネットイン、ムセルスキー、ブラトエフが止めました。乱れた、サービスエース、Jテクト逆転。ここで西田のサーブ、セットポイントを迎えたのは Jテクトです。狙っていった、サービスエース、気持ちのいいくらい強気なプレーです西田。第1セットは25対22、 Jテクトがまずは取ります。ブロックアウト、おー、いいサーブだ、小野の強烈なサーブ。さあチャンスボールだ、高野が自分で来ました。ここは小野の強烈なサーブから主導権を握ったというラリーでした。西田、これもブロックアウト、ムセルスキー、これでセットポイントを迎えたサントリーです。結局第2セットは25対15、10点差でサントリーが取ります。これで1セットオールになって第3セットへと入ります。藤中のサーブ、アウトですね。5連続ポイント、ちょっと J テクト我慢したいですね。そうですね、セットポイントを迎えたのはサントリー。第3セットは25対19、サントリーが取って、これでセットカウント2対1、サントリーが逆転に成功して第4セットへと入ります。よく拾った、ブロック、ブラトエフが捕まった。ブロック、広瀬サーブレシーブしっかり返る、ブロックアウト、サーブレシーブ返る久保山、西田に持ってきて鈴木のブロック、マッチポイントを迎えたサントリーです。センターを使ってきた、芯です、行ったですね、大谷から拾った、さあ西田、同点に追いついた、粘ったジェイテクト、おお、セルスキー、いいサーブ、いいサーブだ、乱れた、さあ取った、最後はムセルスキー、つなぎます、さあ頑張った、西田一番深いところを決めてきた。サーブレシーブ返る、上がってる、おっと、ミスルなってサントリーになります。タッチネットですかね。サントリー再びマッチポイント、
と。なんとか入ります。さあ西田ワンタッチ取った。上げられるか、上げられない。最後は栗山。終盤接戦となりましたが、ものにしたのはサントリーです。セットカウント3対1、サントリーがこれで9連勝。まあ、1セット目結構点差が離れていても追いつくことができていたので、まあ、そのムードのままで、かつもっと楽しんでいい雰囲気を作れたので、3セットそのまま取ることができて勝てたのかなと思います。